どうも、IS120% の男、ブス島です。マリンフィールド実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、前回の続きで、B 地区ですね。B 地区じゃない、B 地区ね。の、デパート内の探索中でございます。そして、1階のフロアが終わって、まあ、2階に行くといったところです。これ、8階分全部調べるのかな。今、ちょうど1階から2階に行く階段の踊り場といったところでございます。このピコンピコンが怖えんだよな。まあ、とりあえず調べていきましょうか。ほら、こう調べるとさ、右下にテコン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 なるの、これが怖えんだよな。俺が今、登っている階段が、赤い血痕の他に、入り口で見たあの化け物と思われる緑の血がついてる。なんででもこんな血出てんの？怪我してんのかな？市民にやられたか？どうなんだ？シード君、レーダーの反応はどうだ？1階にいた時と同じままですねと。いやでもこのマリフィルトでどこでもセーブできるからいいよな。そうか。これな。階段の陰には何もいないようだな。しかし、よりによってこんな探しにくい建物に生体反応が出るとは、俺の身にもなってくれよ。まあそういうもんだ。相手はシードのことなんか考えちゃいないよ。そりゃそうだな。わかってるけど、まあまあまあ、これなんだ。海洋植物か。植木が倒されている。きっと、ここにいた人があの化け物を見て逃げ出すときに倒していったのだろう。いや、でもこんなのじゃあれ効かねえだろ。あんな化け物出てきたらな。レーダーに映ってる生体反応は、まさかこの植物なんてことはないだろうな。セラの会社ではそんなまがいものは作っていないよ。ああ、あそこの会社ちゃんとしてそうだもんな。冗談ですよ。シード君、今いるデパートの入り口のガラスに3メートルほどの穴が開いてるということを聞いた時にふと気になったんだが、ひょっとしたらあの生物は人間から栄養を取ることによってかなり成長しているのかもしれないということだったんだ。体が大きくなれば食料も増えると考えられるからな。まさか。あれから5日しか経ってないのに、そんな急激に大きくなることなんて普通考えられないですよ。だから、普通じゃねえんだよ、もうな。まさにその通りだ。これだけはいくら私でも確信が持てない。今は間違ってもそんなことになっていないように祈るだけだよ。まあ、祈りは効かねえからな、大体。この壁についた血痕を見ていると、その時に起きた状況が俺の脳に伝わってくるようだ。まあ、これは怖いな。あとなんかあるのか。ゲットもない。シルクしかねえもん。あ、トークがあるか。ダニーさん、もしあの化け物が傷を負っているなら、緑の血痕をたどっていけば居場所を突き止めることはできるのではないでしょうか。まだ敵かどうかもわからないんだ。敵と判断して行動するわけにもいかないだろう。まあそう言われてみればそうですよね。リナよ、ダニーさん、とりあえず博物館の1階は全て調べてみましたが、何もいないようですね。そうか、レーダーはまだ生体反応をキャッチしているか。はい、以前と変わらぬ状態です。では次は2階を調べてみてくれ。レーダーの反応がある以上、きっとその博物館のどこかに何かがいるはずだからな。了解しました。2人とも気をつけて。まあ怖いな。ダンニーさん、2地区は B 地区の3とか2だったな。そういえばな。ダンニーさん、2地区は何か反応ありましたか？今調べているところが、レーダーはずっと静かなままだ。町は崩壊していて、何が出てもおかしくないのに。そうか、くれぐれも注意してください。敵はどこに隠れているかわからんですから。ありがとう。怖えなあ。まあまあまあ、もう一回解くか。こっちは未だに反応なしと。こっちも早めに調べますから、何かあったらすぐに報告してください。まあまあ、あとはいけるか、これ。おお、いけそう。よし、2階フロアに行こう。あー、ここはここですごいな。ここは洋服売り場だな。このフラムも1階と同じくひどく荒らされている。キャー、どうした？ん、リナどうした？敵か？雲が？なんだよ。なんだ、脅かすなよ。違う、今青い雲のようなすっごく大きな青い雲。ん、なんだ、レーダーの生体反応がどんどん増え続けている。すごい数だ。ジン、あそこ。キャー、うわ、なんだこいつら。ジンク、何が起こったんだ？ジン、青い生き物だ。1メートル近くある。おお、化け物。まさか、あの生物の幼虫じゃ。何、まさか。まずい、こっちもレーダー。おお、出てきた。生体反応だ。シード、気をつけろ。そいつらかなりすばしっこいぞ。よし、この俺が一匹残らず地獄に送ってやるぜ。おお、セーブできてねえよ、まだ。あ、おあ、こう。おおおおおお、こうか。で、左下のやつが、あれ、敵の、あれかな？おー、難しいな、結構。おー、なんかスナッチャーみたいだけど。おー、
これは確かにゲーセンで練習しないとまずいぞこれ。おーおーおー、いきなり戦闘かよ。おいおいおい、ダメージ食らってるし、あとダメージ俺2回食らったらアウトじゃん。もうやばいやばいやばい。おいおい敵、マジかよこれ。おー、初見なんだよ、もうちょい優しくしてくれよ。おい、やばい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 。おー、やばいやばいやばい。おー、やばい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 。おー、食らった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 、やばい。あ、倒した。あー、怖っ。はあはあ、なんとか全部倒したぞ。やっべえ。インターフェースも説明よくできなかったけど、右下の方に敵の出る数、そしてやっばー、これエイリアンじゃんマジで。こちらも大丈夫だリーダー、大丈夫か。ええ、なんとか。ご苦労だった。後でわしらも死骸を確認しにそっちへ行く。だけど本当にこいつらあの化け物の幼虫なのか。そう思いたくはないが、こうして俺たちを襲ってきたのは事実だ。それに血液があの化け物と同じ緑色をしている。まず間違いないだろう。みんな怪我はない？俺は大丈夫だが、シードはわからんよ。こんな奴らに食われてたまるか。いやー、もうギリギリだったけどね。レーダーの反応は収まったか？こっちは収まったようだな。リナ、レーダーは？あ、まだ残ってるわ。数は？一つだけ。向こうか、ボスじゃ。まだどっかに一匹だけ隠れているんだろう。早く見つけ出して始末するんだ。一匹でも逃がす、大変なことになるから。あれがあんなば、うわ、え、敵、ことは、敵メス？わかってます。シード君、戻ってわしらと合流しよう。了解しました。よし、一回降りよう。あ、アウトじゃん、もう。やばいやばいやばい。おーいおい、敵。マジかよ。これ、おー、初見なんだよ。もうちょい優しくしてくれよ。マリンフィルト。ん？ 3 階に。なんか嫌な予感する。ん？ 3 階に上がる階段が何か変だぞ。シード君、どうした？何か見つかったか？いえ、さっきここに登ってくるときに見た階段と、3階へ登る階段の雰囲気が違うような。違う？ええ、ダニーさん、ちょっと調べてみます。おい、余計なことすんなよ。ちょっと、セーブだよ、セーブ。怖い、怖い。はい、ということで、セーブをしましたというところで、なんだ、ルックか？ここから先はあまり光がないようだ。注意して動かないと、階段から足を踏み外しそうだ。階段の踊り場は暗くてよく見えないな。こんなことなら、懐中電灯でも用意しておけばよかったな。まあまあ、とりあえず5、あ、5ってわけでも遠くかな。シード君、雰囲気が違うということはどういうことかね。荒らされていることには間違いないんですが、全体的に見て何か違うんです。自分でもまだ何か違うのかわかりませんが。なるほど、シード君がそう言うなら調べてみる価値はありそうだな。怖えよ、またなんか出てくんじゃねえだろうな。とにかくシード君の気が済むまで調べて、何かわかったらすぐに報告してくれ。はい、わかりました。まだか、ルックか。階段に人間のものと思われる血の跡がついている。下の階段と同様、ここでもかなりの人間が襲われたのだろう。まだ階段には血と緑の液体。いや、これはさっきまで俺が見てきたものとは違うようだ。どういうことだ？それが今まで見てきたような緑の血ではなく、何か粘土のような感じなんです。確か粘っこそうだな。血液が固まったものとは違うのか？固まったというよりも元からこのようなねっとりとしている感じです。ブス島の喋り方みたいですね。これなんだ、こっちは関係ねえか。この階段に付着して緑色の粘土のようなものは一体何なんだろうか。ダニーさん、あの化け物の血液が固まった場合、綿のように膨れることはあるんですか？わしが調べた時に血液が固まるまでかなりの時間かかったよ。だが血液の体積が変化することはまずなかったな。じゃあ一体これは何？ブクブクしてるって気持ち悪い。カマキリの卵見て。ああ、付着してる。なんだろう、その物体はどんなものか、もう少し調べてくれないか。ええ、色は深緑、いやほとんど黒に近いですね。うわー、いやらしい。いやらしくはねえなどうない？うん、こんなになってきて、これ何なんだよっていう風に言うのは、これまた違った作品ですからね。すげえなアニメーション。でもこういう緑色は嫌だね。でも素手で触るなよ、危ねえぞ。感触はまるで硬いゴムのようです。それにどうした、いやらしい匂いがしますとかじゃないよな。てん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 、それにどうしたかね。生温かい、いやらしいな。これだけ見るといやらしいな。生温かい、そして威嚇臭いで、あ、それは俺が出すやつか、それ違うな。え、固まりかけた氷タオルのようです。
空気に触れたため熱を出したのか、それともまさか奴には体温があるのかも。いやらしいねこれ。こういう風にやってね、こんなのってどうしたのこれね。まあそれは俺が、とにかく後でこいつも次回調べてください。そうだな。あーここまでか。あーじゃあこれ午後行ける。あ行けそう。あとのことはダニーさんに任せるとして、ここはひとまずデパートを出るとするか。近いですね。うわーいやらしい。いやらしくはねえな。どうない。うんこんなようになってるけど、これ何なんだよ。マリンフィルト。ん階段の上に何か。おお戦闘かよ、マジかよ。あ、本当に出やがった。うわマジかよ。うわデザインいいな。シロ君何かあったんだ。親です。さっきの幼虫の何、レーダーに反応しなかったんじゃないのか。出たか。レーダーには何も映ってません。よし今からそっちへ行く。時間を稼げるか。時間は俺たちも行くよ。ジン君は残りの一匹を始末してくれ。先にわしらが行く。ん、あれシド君どうした。敵が来ない。来ないとは襲ってこないのか。ええ、さっきから弾は当たっているようですが全然動いてないような。撃ってねえし。どういうことだ。ちょっと待ってください。レーダーに何の反応もしないし、もしかして死んでるんじゃ。死んでるのか。よく昆虫にも卵を産むとすぐ死んでしまうものがあると聞く。もしかしたらそいつもそれで。いや油断すんなよ。レーダーには本当に反応しないんだな。ええありません。なら間違いなく死んでいるのだろう。調べられるか。調べてみます。うわ武器、あなんか撃たれてるっぽいな。近くで見ると迫力が違うぜ。今まで俺たちはこんな化け物を相手にしていたなんて考えると恐ろしくなるな。おー確かにこれは死んでる昆虫ですね。これこれがこいつの前足だろう。表面は光沢が出ていてまるで鋼鉄のようだ。それにこの足の太さからしてこいつの動きは並大抵のものじゃないぞ。研究所で窓に飛び移ったことがあったが、あんなことは朝飯前だろう。怖いな。2回くらい調べよう。こんなもので叩かれたら普通の人間なら一発で即死状態だぜ。こいつに殺されてしまった人たちは今までにない地獄を見たのだろうな。こんなに大きい体を支えるにはやはりこれだけの太い足でないとダメか。もう虫ですねここまで来るとね。うわ怖えな。こいつの口にはたくさんの鋭い牙が無数に生えている。こんなもので噛みつかれた人間なんてひとたまりもないだろう。この鋭く尖った牙を見ていると今までこいつを仕留めるために張り切っていた俺がそれが全て無駄なあがきないような気がしてくる。こんな化け物相手に銃なんかで勝てるとは思えないのだから。これは怖いな。ここは化け物飛ぶだろう。どこにも目がついていないところを見るとやはり匂いで物を嗅ぎ分けることができるようだ。鼻とかはじゃああんのか。まあでも人知を超えてるようなこれ。首の周りには大きな歯のようなものが並んでいる。そういえばあの幼虫にもこんなものがついていたようだが、こいつのように首はなかったみたいだ。もう焦って打ってたから全然わかんなかったね。俺たちが研究所で見た時よりさらにでかくなっているようだ。いや怖っ。全体的な大きさどれくらいかね。そうですね3メートル近くあります。このデパートの入り口を突き破ったのも多分こいつでしょうね。なんかこれカサカサ歩いてきゃゴキブリだなこれ。3メートルもあるのか。やはりわしの睨んだ通りそいつはこの5日間でえらく成長したようだな。この体の大きさからしてこいつの体重はかなりありそうだな。こんなやつに乗っかられた俺なんかひとたまりもないだろうな。怖えよ。あーまあこういうところはそうだな。ここか。いやそうか。こんなやつを追っかけたなんて今考えるとゾッとするぜ。俺は残り1匹を見つけて早く見に行きたいもんだぜ。びっくりして階段から転げ落ちんなよ。落ちる前に支えてくれよな。ダニーさんシードか。どうだ死骸の方は。今調べてるところです。どのくらいこっちまで来れますか。こっからだとまだかなり距離があるからな。山地区までは20分はかかりそうだ。こいつを発表した俺たちは一躍有名人だな。まったくだ。できることなら俺の手で仕留めたかったが、新聞の3面記事にジン・ハワード地球を守りなんて載ったりしたら。よく言うぜ。この頃新聞あんだね。インターネットニュースじゃないんだね。2050年でも新聞あるようですね。亡くなってそうな気もするけどな。よく言うぜ。死んでいたからいいようなものを。
こんな化け物を相手にしたら命がいくらあっても足りないよ。私も早く見てみたいわ。ジン、急ぎましょう。分かってるって。だけどこれでもう安心ね。まあね、幼虫が出てきた時に一時はどうなるかと思ったけど、いやでも幼虫がいるってことは増えるってことだろ。しかも5日でサイズでかくなるってことはまだまだいるってことじゃねえの。これもみんなが頑張ったおかげだよ。だけど、ああ同じか。あとは調べるか。頭だけど俺の頭の4倍ありそうだな。そんなに大きいのか。うん、かなりでかいぞ。頭の皮膚もかなり硬そうだしな。レーザーを通さないというより、こんな頭じゃ壊しようがないんじゃないか。鉄のクレーンとかで物理的にやるしかねえだろこんなの。こいつを見ていると、この B ブロックの街を崩壊できるのがわかる気がするぜ。まあそうだな、こんなもんはまあこの辺は一緒だな。体全体を見た感じではどこにも傷はないようだな。このデパートの入り口で見た血液はどこから出たものだろうか。まさかそれだけの傷がすでに回復しているとも思えないし、あれじゃねえの、あの幼虫出たから死んだとかそういうことじゃねえの。わかんねえけどさ。はい、ということでね、いろいろやってたらなんか出てきましたね。え、あれ、傷が見つからないと思ったら、こんな背中の方に大きな跡がある。出血原因はここか。やっぱり産卵じゃねえのこれ。傷が見つかったか、それは良かった。ええ、かなり深い傷ですね。これが致命傷になったんじゃないでしょうか。やっぱり不可だよな。これでデパートの入り口にあった血痕も筋が通ったというものだな。そうなりますね。だけどこんな深い傷は一体どこでできたんでしょうか。かなり深いですよ。深くて、え、どうしたのかね。何か妙なものでも。妙ですね、中が空洞だ。空洞、ひょっとして傷から空気に触れて溶けてしまったのかもしれないな。違う、ダニーさん、こいつは抜け殻だ。なんだって。キャー、おお、どうした。昆虫だ、3メートルほどの化け物だ。まさかこの抜け殻の主じゃ。ジェン、どんどん近づいてくるわ。ちょっとジェン、そんな前に出たら危険よ。この化け物め。ジェン君、落ち着け。シード君、一地区の立体博物館は二地区より俺のいる場所の方が近い。今からすぐに向かう。無茶するな。早く来て。ダニーさん、抜け殻は3地区の16エリアにある総合デパートです。わかった、シード君、頼んだぞ。シード、気をつけて。おー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 。あ、これが立体博物館。あ、すげえホロライブ。本当に。はあはあ、ここが立体博物館だ。ジーナとリナはこの中だな。はい、ということでね。まあ、今回は、ちょっとびっくりしちゃいましたけど、抜け殻ってことは、戦か、次も。まあまあ、というわけでね、今回はこの辺で一回終わりにしたいと思いますけど、いや、続きがめちゃくちゃ面白い。マリンフィルド、これ名作だな、やっぱな。ただ、クリックして探すのが非常に大変ですけど、まあ、それを抜けば、シナリオめっちゃ面白いな、これ。というわけで今回はこれくらいで終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブース島でした。ではでは、ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブース島、あなたが体験するのは明日かもしれない。